ということで、N 会町立 N 会中学校の旧校舎に来ておりますが、どこでしょうね。すいません、すいません、犬飼中学校ってもともとここにあったんですか。古い中学校、昔の隣やわ。隣っていうのはここですか。あ、もう多分そうで忘れに聞いたけど、前あのあれ、はい、安いそういうのがあったけど、そうやわ。記念碑とか残ってないですかね。全然知らんのよ、私こう地元のもんやな。あ、ですか、すいません、ね、あ、ここですね、ありがとうございます、ね、やっぱりこっちみたいですね。今は有料老人ホームですね。で、犬飼中学校は現時点でもあるんですけども、こちら大野、文豪大野市なんですけども、記念碑はやっぱり残ってないですね。ここが、有料老人ホーム健康の場所にあったということですね。こちらからここに中学校の元跡地があったということですね。小福手という地区みたいですね。あ、そっか、山のちょうど町がで、ここに大分の犬飼支店がありまして、ちょうど犬飼町の中心地なのかな、ここの辺りは。車が結構頻繁に通りますね。この隣が中学校で、門とか残ってるのかな。この門がちょっとそれっぽいけど、完全になくなってますね。はい、まあ、でも教えていただいたので、ここは中学校の元校舎ということで、ここは小福手という地区になっておりますね。ということで、旧、犬飼町の犬飼中学校の旧校舎からお届けしました。犬飼中学校は今も存在していますので、懐かしい方また戻ってきてみていかがでしょうか。